皆さんこんにちは。 LJL2021 ウィーク4の模様をお送りしております。さあ、ただいまのゲーム3アクシーズ VS バーニングコアではバーニングコアが勝利いたしました。さあ、振り返りとしてブレイクダウンなど確認してまいりましょう。さあ、このようなデータとなっておりますが、いかがでしょうか。ちょっとアクシズはドラフトで苦労したのかなっていう、序盤に主導権が取れないで、取る場所がなかったので、はい、やっぱり序盤からずっとバーニングコアがゴールド有利作ってそのままゲーム決めたっていう内容だったかなと思いましたね。なるほど。さあ、レボルさんいかがですか。そうですね、セラフィーンをメグミン選手が、選択して使ったわけなんですけども、はい、彼のチャンピオンのここまでのプレースタイルを見ると、真っ先にゼロをピックしたりだとか、はい、シンダラのパフォーマンスが良かったりだとかというところで結構攻撃的なチャンピオンの選択が得意なプレイヤーだったので、一方でセラフィーンは味方をサポートするというところの役割の違いといったところがちょっと途中までうまくいってなかったのかなと。後半はうまく味方をサポートしてましたけども、それによって序盤アクシズは支えきれずにバーニングコアに徐々に有利を渡してしまったのかなというのは気になりましたかね。ただやっぱりそういうところでめぐみ選手に新たなチャンピオンをプレーさせることで、彼のプレースタイルの幅を広げようというような、チャレンジでもあるのかなという感じはしましたね。なるほど。さあ、他に気になる点などございますか。そうですね、僕が気になったのは、動画の方があるんですけど、ファーストランクまでのシーンですよね。ドラフトで先ほども言ったんですけど、バーニングコアが常に序盤から、レーンの主導権が取れるマッチアップで、実況解説でも言ってたんですけど、ここまでずっとホーグレッツ選手がワードに移ってるんですね、ボット、そしてトップサイドのワードに。でここも今トップサイドに移ったんで、かなり深めにファーストガンクをさせて、結構カウンターが怖いはずなんで、はい、そこが結構響いたなっていう感じですね。ここはレボル君が、そうですね、試合全体の流れの中で石井の攻防を徐々にバーニングコアが有利作ってたとはいえ、やはりこの、バロンを抑えたというのは非常に大きかったと思いますね。このバロンのところで、このバロンを獲得する前に一度バロンの駆け引きがあって、そこで一旦リセットしてアクシズが少し油断して、セラフィーンがトップのウェーブをクリアしようと離れた瞬間にもう一度バロンに触るという、そういうところの駆け引きがバーニングコア非常に集中してできていたというのが大きかったと思いますね。しかもこれ、めぐみ選手がトップウェーブクリアしてるときにバロンに行くときにルート悩んだんですよ。最先端 の, そのブルーバフの上を通るか、裏を通るか、結局裏を通って合流したんですけど、もし上通ってれば間に合ってるんですよね、バロンファイト。ちょっとそこもロスとして 2,3 秒なんですけど、その 2,3 秒結構重たいロスだったなっていうのがありましたね。これはもう仮定の話ではあるんですけど、もしめぐみん選手が自分の得意なチャンピオンゼロとかシンドラとかを使ってたら多分最短のルートに行ってたはずなんですよ。だけど、セラフィーン味方をサポートする、セラフィーン単体だと強くないというところでちょっとルートの選択に迷いが出て遠回りしたから間に合わなかったという面ももしかしたらあるんじゃないかなという感じはしましたね。ビッグしてるチャンピオンによってそこも変わってくるんですね。変わってきますね。さあ、ここを続いてね、またアクシズ登場ですからどうなるかっていうところですよね、その辺のピックも。さあ、続いてゲーム4、戦国ゲーミング VS アクシズについてですが、まずはスターターから確認してまいりましょう。さあ、まずは戦国ゲーミングのスターターです。トップパズ、ジャングルクラッシュ、ミッドラムネ、ADC ガンゴ、サポート NT となっております。さあ、続きましてアクシズのスターターです。トップアイノ、ジャングルホグレット、ミッドメグミン、 ADC ハニー、サポートネモとなっております。さあ、それではキャスター陣からの注目ポイントということで、これはリマッチということで、先週行われたばかりですからね、後半戦に入る、はい、で、2周目に入ります、で前半戦戦ったチームと再度戦いますという中で、まさか先週戦ったチームとすぐさまやるとなると、やっぱりちょっと先週の試合を踏まえての対策といったところが出てくるのかなという感じがしますね。その上でこのめぐみん選手がサイラスを使ってトップのところの主導権を握って、そしてそこからグループアップしてのファイトという流れがアクシズは非常にうまくできていたなと思いますね。めぐみん選手が中盤以降サイドレーン出てタワー破壊するという動きが
まあ、あまりこう見られなかった動きなので、そこでアクセルとしては一つ大きなポイントだと思います。一方で戦国ゲーミングとしては先にポジション取って待ち構えて戦うというところできたんですけども、うまくいかなかった。なおかつホグレッツ選手の影響力が非常に高かったですね。そういったところで先ほどはちょっとうまくいかなかったですけど、この試合だとホグレッツ選手の存在感といったところが非常にうまくできたなというところで、アクセルとしてはめぐみ選手のパフォーマンス、そしてホグレッツ選手の影響力、一方で戦後ゲーミングとしてはもう今日ボットを中心に、はい、FM に対して勝ってましたから、やはりガンゴ選手の動きというのは重要になってくるなと思いますね。これは先週の映像ですが、今週の戦後ゲームがいいですからね。かなりいいですからね。どうなるかですよね。アイジさんいかがですか。そうですね、あのアクシズって、アクシズの試合って粘り強さが見てても、はいはい、なんでここでなんか勝てるとここでイーブンにするんだみたいな、結構皆さん思ってると思うんですけど、そのアクシズの一番の強みがこういったオブジェクトを挟んだ際の駆け引きを絶対行ってくる、はい、このドア玉も戦国がポジションを取ってた、でアクシズがそれに対して駆け引きを行ったっていう、そのミッドをプッシュして相手のポジションを動かしてやろうという、そういう駆け引きがやっぱり強いチームなんですよ。なんでこれになんか戦国は今回引っ張られてこの集団戦ちょっとうまくいかなかったんですけど、まあ、戦国が引っ張られるんじゃなくて自分たち そのやりたいことをちゃんと当てた際にどうなるのかなっていう、それがやっぱりリマッチとしては一番気になるポイントですね。まあ、愛知さん言ってましたもんね、戦国は自分から仕掛けてれば、そうです、強いんですよ、勝てるんだからってことですよね、はい、相手の駆け引き乗っからずに、そうです、自分からいけるかどうかというところがね、注目ということでございます。さあ今のを踏まえまして、両チームの注目選手でございます。戦国ゲーミングがパズ選手、そしてアクシズが愛の選手ということですが、さあこちらはやはり集団戦が鍵を握ってくるというところが間違いない中で、愛の選手もパズ選手も集団戦のパフォーマンスが非常によく、そして両者ともに 3-4 のようなタンクをここまでのところ好んでピックしますから、まあ、トップのタンク勝負、フロントラインの構築勝負、あとは集団戦 その駆け引きのところでどこで駆け引きの均衡を崩してエンゲージをするのかといったところで、まあ、このトップレーナーの働きというのはとても重要になってくるだろうなという感じがしますね。なるほど、トップレーナー、はい、アイズさん、あとは先ほどの試合でもそうだったんですけど、はい、トップレーンでこう不利なマッチアップというかレーンで勝てないマッチアップ、アイの選手はこう勝てるマッチアップなのでちょっとレーンが勝てなかったりっていうシーンがあるんですけど、それがやっぱジャングルに響いてくる、でそこを絶対勝ち切ってくるのはこのパズ選手なので、そこでその序盤のレーニングでどれだけ押し引きで負けないか、そして勝つか、ここが結構ポイントですね。いや今季の LGL はあれですね、なんかレジェンドというか先輩対後輩みたいな、そうです ね、この仕組みが多いですけれども、ですが愛野選手は新人らしからぬ安定感というところを見せてますから、ただやっぱり連戦がちょっと課題ではあるんですよね。なるほど、まあ、課題はあるものの、はい、集団戦はすごいですよ、はい、本当に、ね、本当にすごいです。だからここ本当にどうなるか分かりません。さあそれではそろそろ試合の方に参りましょう。ゲーム4、戦国ゲーミング VS アクシズ、まもなくです。さあ本日は LGL2021 スプリングスプリットウィーク4ゲーム4、戦国ゲーミングバスアクシズの試合の模様をお届けいたします。改めまして実況カツリオン、そして解説はアリーベルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ先週戦ったばかりの2チームですが、ここで早速再戦になるというところですね。そうですね、特に戦国に関してはもう1試合目でかなりパフォーマンス上がってきているというのを見せている中で、アクシズは集団戦での粘り強さは見せたものの、序盤のゲームメイクのところで少し難しい部分があったと。まずドラフトからアクシズがどれだけ修正してこれたのかというのが重要になってきますね。まあ、やはりゲーム1の形がありますから、まあ、カリスタバンするんじゃないかなというところもありますし、あとアクシズとしてはアイノにレネクトンを渡したがる傾向もありますから、そのあたりも注目しながらドラフト見ていきましょう。ブルーサイド戦国ゲーミング、レッドサイドアクシズです。オラフ、セラフィーンの番からスタート。あ、やはりレネクトン消しますね。序盤から非常にゲームが作りやすいチャンピオンというのは潰した上で、まあ、相手に慣れていない構成をできるだけ強いるような狙いのある戦国の番ですね。あとは愛の選手ですと、まあ、グラガスなんかがパフォーマンスは良かったなというような印象もあります。逆にアクシズとしてはあとカリスタ、先週のパフォーマンスを見るとエンティのスレッシュ、ただそうなるとドレイブンが開くというところで、くすべてをバンしきれない中でどうするかですね。ドレイブン今でもいけるんですか。まあ、ガンゴ選手であれば。なるほど、十分出せると思いますね。
さあカミールを返して、まあ、トップレーンでパズが圧倒的に育っていくそういう展開も、まあ、防いでおきたい。カリスタはバンするのではという感じもしますが、まあ、先ほども戦国もファーストピックで取ったわけではありませんでした。そうですね、続いてナーアクシズのカミールバンが、まあ、ナーを先取りしたいんじゃないかというのがある程度読める場になっていたのでそこは潰しておくと。さあそしてヘカリムをバンしましたが、となると、まあ、本日のプレショーでも話しましたがタリア非常にパフォーマンスをこの LGL で出しています。しかもこれホグレット選手が序盤からゲームを作りたいのであればあともうウディアぐらいしか残っていないシチュエーションなのでであればタリアも比較的ファームをした上で途中からのパワーでは勝っていけるマッチアップにはなりますね。さあタリア6インです。 LGL では5勝2敗の成績、しかも DPM 平均でも450を超えているというところで非常に性能のいいチャンピオンになっています。それに対してアフェリオスとここはスレッシュ取りますかね。カイサも空いていますがここスレッシュはまあエンティ選手からの取り上げが半分、あとはまあアフスレッシュのシナジーによってボトレーンを安定して主導権握っていこうという狙いがあると思いますね。さあロックイン、それに対してカイサと農地でも瀬戸でもそうですね。エンティの瀬戸選手非常に良かったですし、まあ、ゲームワンでは FM はターゲットバンの選択もしてましたからね。こうなるとボットのマッチアップとしてはお互いコンボピックのような形になっているんですが、基本的にアクシーズとしては安定しながら相手の仕掛けをさばいて練習動きを取っていくのに対して SG 側の2体はもうどんどん仕掛けていって体力有利を奪いつつ練習動きを奪い返していくという構図になりますね。そしてアクシーズのサードピックはまあやはりウディア。そうですね、ホグレット選手にゲームを作らせるのであればウディア一択ですね。さあそしてバンフェーズ2ヨネの番からです。これ戦国セカンドフェーズピックで重要になってくるのがタリアとニダリーというチャンピオン、レーンに CC をしっかり用意しないとなかなかキルに絡めないという側面があるのでどういったチャンピオンで組み合わせてくるかですね。これラムネ選手ミッド短期チャンピオンでもいいので、ガリオのような、そうですねガリオか、あとはまあ例えばミッドレネク今回バンされてますけど、うん、もしくは瀬戸をミッドに流すかですかね。ただあまりラムネのそういった印象はないですね。ないですね。ただこれこの構成の中で例えばオリアナとかビクターを組み合わせてしまうと少しバランス悪くなってしまいますよね。シンドラが番的には空きそうではありますが、まあ確定 CC ではありません。ルシアンをバンしていくのはアクシズ、戦国は時間をたっぷり使って、なるほど、先週のマッチアップでミッドレーンでメグミンが使用したチャンピオン、これシンドラ取り上げてもいいと思いますけどね。ミッドジャングルのシナジー非常に強力ですから。おお、ただ隠しました、サイオンから取っていきましたよ。こうなると SG としては、まあ、トップグラガスのようなチャンピオンを当てた上でミッドシンドラが、まあ、構成的には非常に締まるかなと思いますね。アクシズはこうなるとメグミンにはまあ、ちょっと DPS タイプのイメージなのかなっていう感じはしますね。シンドラかもしくはジルのようなチャンピオンが、まあ、構成にはある気がしますが、そうですね、かなり後ろ目にはなりますね。戦国はエイトロックスを取ってそしてアジール、これ少し戦後危険だなと思うのがミッドはこれからカウンターピックをされる中でボットがまあ、順当にいけば若干アフスレッシュ有利なので順当にボットも主導権取られてしまう。トップも装備ができてくると採用の硬さを生かしてってなってくるので全レーン不利を背負う危険性のあるマッチアップになってしまっているんですね。なるほど。その中でホグレット選手が序盤から戦いやすいチャンピオンを選択しているので、これどこかのレーンはプレイヤースキルもしくはジャングルの組み合わせで勝たないと一気にクラッシュ選手は辛いゲーム展開が予想されますね。なるほど。ちなみに先ほどアクシズはなんかこう前レーンがまあ不利なマッチアップでオラフを生かしきれなかったのがまあかなり辛かったんじゃないかという話もありますが、そうですね、今回はまあボットが比較的スキルマッチアップの部分もあるので確実に取れるというわけではないんですが、ボットは比較的取れそう、ミッドもレーン主導権は取れそうなマッチアップになっているので、ミッドボットがしっかりと抑えた上で
トップもタンク装備ができてプッシュができるような状況を整えつつ、あとはホグレッツ選手がそれをどう料理していくのかという形になるかなと思いますね。ここ、まあ、最後のピックがアジール・オリアナという順になったわけなんですが、ここミッドを隠して相手に先に選択させた狙いっていうのはアクシズは何だったんでしょうね。アクシズとしては確実にカウンターピックを当てたいという部分があったんだと思うんですが、アジール対オリアナだとお互いにレーン強いというよりはしっかりとファームをしての集団戦メインのチャンピオンになってくるので、そこまで明確なカウンター要素ではないですよね。ここは少し気になる部分ではありますね。あとはレーンに CC をという部分でミッドレーンはこれで、まあ、宣告ない状況になりましたかね。まあ、アルティメット、ただちょっと厳しいですよね。さあマッチアップこのようになりましたが、基本的に戦国としてはボットがバチバチにやり合いたいマッチアップになっているので、クラッシュ選手はファームをしながらボットを見つつ、カズ選手がうまくダメージトレードしたタイミングだけトップに行くっていうような形になってくるかなと思います。戦国はやはりガンゴとエンティ、この2人がアグレッシブに行ってなんぼだよというか、そうですね、ゲームのテンポがつかめるんだよっていうのが、まあ、今日のゲームワンで分かりましたから、まあ、それを狙うのがいい気がしますし、アクシズはそこを止めに行かないとというようなイメージはちょっとゲームワンでつきましたね。そうなってますね。こうアクシズとしてはホグレット選手もかなりボットに寄り添う動きが今季多いプレイヤーになっているので、クラッシュ選手のガンクタイミングをどれだけ丁寧に潰していけるのかというのも非常に重要ですね。あとはその集団戦の粘り強さっていうのもアクシズあると思うんですが、アイノ選手がまあサヨンっていうエンゲージもできるチャンピオンを使っている、ファーストエンゲージのところでまあウリアよりは結構サヨンの方がやりやすいという中で、きっちりそのタイミングを作れるのかっていうのもちょっと注目したいかなと。そうですね、理想的な構図としてはホグレット選手が正面からエンゲージしていく中で、アイノ選手が裏からそれを挟み込むような形でポジショニングを作れると非常に効果的ですね。まずはこのタリアをどのように戦国が活かせるのか、まあ、あとは当然そこにホグレットのウリアが絡んできますから、この両お互いの、ジャングラーがどうゲームにかかってくるかっていうのが結構序盤のポイントになりそうですかね。大事になってきますね。さあそれではゲームの方始まるようですので見ていきたいと思います。さあ始まりました LJL2021 スプリングスプリットウィーク4ゲーム4、戦国ゲーミング VS アクシズの試合スタートです。ミニオン出撃まであと30秒。おネモはレーニュワード1本いて、鈴木様トリンケットの切り替えでしょうか、リコールしていきました。これをすることによって非常に有利な状態でレーン主導権最序盤のプッシュというのが行えるので、戦国側も張り合うのであれば行っていきたいんですが、今回は、まあ、赤トリンケットをこの後持っていればレーニングのところでエンティが消しに行くようなアクションもあるかなと思いますが、レートインベイド狙ってるような立ち位置ですね、集まり方をしてますね。メグミンはボールでチェックしています。あーとこれエンティのフラッシュを生かして仕掛けますか。あ、しかもボットリーシュないよね、これ刺さりそうですね。いや確認できていない。ただホグレット警戒はしている。いやただ噛み合ってない、勝ってしまった。いやブラストコンで2人が入ってくる。すぐさまフラッシュイン、 CC 固めてファーストブラッド獲得。エンティ行って打ち込んでいったのは戦国、これかなり読みとしては深いですね。戦国ゲーミング最上盤のプッシュ動源がボットは必ず欲しいので、まあ、ノーリーシュであるだろう、もしくは上スタートだろうということを読んで、最悪でも縦割り、結果戦国インボット有利になりますよね。もしくは今のような形でレートインベイドからのキルでジャングル有利を取る、どう転んでも得になるようなインベイドアクションでしたね。めちゃくちゃ美味しいですよこれ。クラッシュブルーバフグロンプ勝って自身に戻ってきました。そしてミッドレーン彗星を使ったアジールでラムネが体力のより大きく取ってますよ。これミッド主導権取っている上で、おそらく今ミニマップ上トップの主導権も取りつつあるんですよ。
いやボットレーンもレベル2先行、エンティから仕掛けていってヘイメイカー、いいダメージだ。最序盤からの戦略が完全に刺さってますね。刺さりました。やはり戦国アグレッシブこうでないとという感じはしますが、それでもいいアクションでしたね。かなり緻密に組み上げられてきているので、なんていうか各プレイヤーがただアグレッシブにってだけではないですよね、うん、今週は。そうですね。さあラムでもコラプトポーション2個残した状態でレーンのコントロールをきっちり取って、メグミンとしてはあとビスケットを1つ残すばかり。さあ F ウィルウィンでは 52% 戦国という状況ではありますが、もうこの数分の間でちょっと AI の勝率、そうですね、結構影響あってもおかしくないですね、影響あってもおかしくないような状況にはなっていますが、さあ前レーン勝っています。パズもいいスキルの当て方になっている。スカトルのコントロールをこれボットの2人で取りましたかね。それからレーンをワードに、ミッドレーンに寄っていってワードを決めていた動きでしょう。さあクラッシュもしっかりとスカトルを抑えてレベル4トップのブッシュにちょっと行こうかなというような状況も見えました。ここはリコール選択。ホグレットはどうするか、寄ってきてはいますが、おっとおっとお止めた。そしてフックからシシ絡め取ってホーグレット1キル回収成功。そしてガンゴ取り残された、タワー下ここはどうする。クマの方からスタンが決まる。テレポートで味方がやってはくるもののフラッシュアウトでガンゴ逃げることに成功。しかし犯人は置き去りだ。ラムネがやってきてこれも助からない判断になりました。サモナースペルも歯に最後に使って全てダウンです。今エンティ選手をキャッチしたところまでは非常にアクシーズ良かったんですが、スナップはちょっとアグレッシブすぎましたね。欲張りすぎたと取るべきでしょうか。リプレイです。ここはいまいちエンティ選手が何を狙っていたのかわからないシーンですが、まあ、フラッシュ最初のインベイドのところで使っているというのが分かった上でボットを狙ってそこできっちりキル回収できたというのは良かったですよね。でここでのダイブ判断、ここまでは悪くないんですよ。クレンズ使わせてテレポート見えました。ここで全員バックしていれば、はい、単純にサモナースペルの有利を取って1キル取ってボットの主導権取り返せそうだねで終われたんですが、これ結果フラッシュまで切ってしまっているので、これ足の速いホグレットを走って帰ってハニーをランタン使わせた方が、まあ、結果論ですけど、いやただホグレット選手の体力もかなり削られていたので、今のはテレポート見た瞬間にハニー選手がバックをしてホグレット選手ランタンで帰るで綺麗に帰れたと思います。さあ、まあ、初めの一手戦国がうまくやっただけにちょっと焦ったか、1キルは取ったもののその後 AD キャリーがデッド、そういう展開になりました。さあミッドレーンラムネテレポートを使ってボットによる動きを見せたんですが、それでも CS 差大きくつけています。この後タワー下で回収してどこまで引き戻せるか。今ジャングルも比較的ラストイットの差がすごいですね。クラッシュ選手44に対してホグレット選手29ですから、辛い状況の中でミッド主導権がないというのはアクシーズにとっては辛いですね。ちょっと差し掛かっているのはこのボットレーンのアクシーズ2人なんですが、そこに対してプレッシャーをかけてくるのはクラッシュ。こうしてブッシュの支配をしておけばいつでもフィックスフラッシュでエンティとしてはプレッシャーをかけることができます。ホグレットもそこによる、どうやらボットサイドに寄り添うようなゲームになりそうです。今お互いにボットがフラッシュない状況なので、ジャングルの関与というのが本当に全てなシチュエーションなんですよね、うん、お互いのジャングルはそれを分かった上でボットサイドに使ってますよ。さあ3対3姿を現してのコントロールの取り合いになっています。フォワードの位置をエンティ確認しましたが、右の状況は良くないのでここは下がる。おっとホグレット危ないか、ランタン回収は捨てることができました。いやミッドレーンではマナーの状況もそして体力の状況もラムネが常に勝っている。さあそしてブルーバフを狙ってきているぞ戦国。渡したくはない、フックで引っ掛けて手前に引き寄せて、おおリセットに成功。これはうまくいきました。
ここはアクシーにとっては大きいですね。ただこれメガミン選手におそらく渡せないんですよね。そうですね、すぐさま借り切らないと。あ、もうクラッシュが来ている。あーっと、9残った。そしてそれをクラッシュが取っていきました。これで戦国としてはラムネ選手にはブルーバフを渡せるので、ミッドの主導権はこのまま継続できそうですね。さあそのまま流れでクラウドドレイクも戦国が獲得です。クラウドが初手に出ましたから、まあ、強いドラゴン出ることでしょう。おおっと、ボットレーンたらハニーがすごいプレッシャーだ。トップレーンではカズが、まあ、レンドコントロールを取ってしっかり、まあ、ディープワードを気に入るアクション、相手のレッドバフにワードを置いています。そのままトップの体力の有利も取ったまま、さらにはミッドも帰らせた状態でのヘラルド、これは戦国の獲得になるでしょう。これアクシーとしてはそろそろトップミッドの主導権を奪い返し始めないと、本格的にホグレット選手ができることがほとんどないので、そのまま辛い中盤のゲームに入ってしまうんですが、トップもミッドももうラストエタさかなりつけてるんですよね。あとその個人的に印象的だったのは、さっきラムネ選手がそのラプターにホグレットの邪魔をしに行ったじゃないですか、はい、確かラムネ選手 このカウンタージャングルの CS っていうのは今までゼロだったはずなんですよね。なのでこういった動きも今までできていなかったところができるようになってると。特にこの試合ではその影響大きいと思いますね。さあこのミッドの有利動かしていきたいでしょう。アクシズ、ホグレットも6にはなりましたが、クラッシュはレベル先行で7、ボットレーンからはエンティも動き回っています。戦国としてはこのヘラルドを基本的にミッド主導権が取れているので、タリアのアルティメットを使ってのボットセットアプリ使いたいのに対して、もうホグレット選手がそれを読みでカバーするこの動きしかできないんですが、ガンゴを捕まえられるか。スタンは届いた、フックはクレンズ後に届きました。ただし返しのエンティのエンゲージ、たまらずハニーフラッシュアウト、ダメージは返せるか。ランタン回収から月光の祈り、ただしダメージ君には届いていない。クラッシュも体力大きく削れてフラッシュアウトの判断にはなったものの、お互いノーレッド。ゼロキル同士で痛み分けにはなったものの、これでハニー選手のフラッシュを取れたので、そうですね、ガンゴはクレンズのみです。タリアのアルティメットを使ってここ1キル取りたいですね。ホットミッドレーン、ここはメグミンが体力の有利を取っている。ただしマナは残り少ない状況、クラッシュに合わせてラムネが誘うか。フォーテの分さらは残っている。ヘラルドを召喚、ドラゴン丸は時間はあります。ラムネ選手にゴールドを入れる選択をしましたね。そうなりますね。ホグレットも寄せてパワープレートを3枚までとどめたものの、大きなゴールドが戦国に入りました。これアクシスとしてもオリアナ・アフェリウスを選択しているので、別にレートゲーム弱いわけではないんですよね、はい、ただこのまま次のドラゴンとあとセカンドヘラルドまで取られてしまうと、中盤のところでやはりゴールド差、あとはマップ的なタワーの差がある状況で入ってしまうので、ドラゴンは諦めたとしてもヘラルドの部分は戦っていきたいですね。なるほど。さあトップで安定して CS の差を生み出し続けているのはパズ。エンティレベル6にはなっていませんが、またしても動いている。これ経験値吸わせてもらってますね。あ、慣れましたね。あ、ガンゴもう9が進化しましたか。早いですね。CS のところで差をつけられてしまってますが、やはり1キル1アシストと入っているのが大きいでしょうか。タワー下で1人で戻っていく状況ではありますが、ネモとしてはまあハニーにフラッシュがないのでカバーにつかなければいけない状況。エンティがミッドレーンにプレッシャーをかけています。そこにクラッシュも合流。ドラゴンまで40秒を切りました。ここでワードに2人が取る。そしてビーバーウォール、さあ逃げ場がないぞハニー。ここはネモがフラッシュを使ってうまくランタンで回収。
よくさばきましたね、ただドラゴン前にサマナスペルがなくなりました。クワッ届いた、クラッシュインホールで仕掛け、月光の稲からビッグダメージだ。そのままクラッシュを落とし切ることに成功。ホグレットは飛び込んでガンゴに倒される形にはなったものの、ただしここでトップレーンからパズが合流、ラメンの合流もネグミより速い。ショックウェーブはうまく当たらなかった。ただしガンゴをドラゴンピットの中で見つけたんですが届かない。逆にガンゴに持っていかれる状況になりました。1キル対4キルの交換です。今のはネモール選手のいいフックから入ったんですが、パズ選手のテレポート判断から状況ひっくり返されましたね。いいプレーです。ここまあドラゴン前に相手のサモナースペルを削っておこうという戦国非常にいい判断だったと思うんですが、ここでのフックですよね。一瞬見えただけ、よく当てました。ここから相手の選手もテレポート入ってきているので、そのままホグレット選手としては追撃したかったんですが、そこはエンティがきっちり潰すと、その上でパズ選手がバックラインを潰してきっちり人数差を作った状況で相手囲い込むことに成功しましたね。パズがテレポートをしてきて、まあ、ネモとしてはハニが前に出ても下がれるようにということで身構えてはいたんですが、そちらからパズが狙っていったので、もう逃げ場がない状況になかったですね。なりましたね。さあドラゴンもキルも大きく上回って14分というゲームの段階ではありますが、もう3000ゴールド以上有利を取っているのは戦国ゲーミング。ガンゴ302、ゲイルフォース完成、ハニーもクラーケンスレイヤーが完成はしていますが、ここ2体目のヘラルト、これどうしますか、リルさん。渡すべきではないという話をさっきしてましたけれど、ただ直前の集団戦でゴールド差がさらに開いてしまっているので、正直かなり辛いですよね。サムナスペルも落とされて、これは正直アクシズ諦めるしかないかもしれないですね。ラムネいいプレッシャーですね。諦める判断になりそうです。ハニーはゴールド的にはまあ戦えているという話をしようと思ったんですが、まあその前にサマナスプレダウンしましたから。そしたらここでプレッシャーをかけて回収させたくない、回収させたくない。ただ後ろからパズがやってくるぞ。アルティメットレンディダブルスさん、ガンゴが合わせていく、そのまま打ち落としていくのがクラッシュ、さらにはトップから来たパズによって挟み撃ちだ。そしてラムネがミッドレーンに逃げるのを塞いでいる。ショックウェーブはストップウォッチでノーダメージ。煉獄の鎖は届く前にクラッシュが落とし切って、このままダブルキル、そしてエース獲得は戦国ゲーミングクラッシュ、なんとトリプルキルだ。今のはヘラルド取った後一旦落ち着いて味方の寄りを戦国が待ってたんですよね。状況が整うのを待ってからのエンティ選手のエンゲージも非常に素晴らしかったですし、ラムネ選手のアルティメットが非常に良かったですね。良かったですね。リプレイです。ヘラルド借り切ってからパズ選手がきっちり正面に来れるのを少し待ってエンゲージ、でこれがきっちりハニー選手に刺さっているので、クラッシュ選手との連携ですよね。いや、これ綺麗でしたね。完璧でしたね。いろんな方向にも壁を張られて、これどうしようもないですね。これは本当に逃げ道ないですね。なんというんでしょう、戦国その集団戦のクオリティもいいんですが、その前の段階でのサムナスペルを奪う、陣取りをする、そこは非常に良くなってる印象ありますね。そうですね、細かい部分が本当に綺麗になってますね。一番最初のレイトインベイドもそうですし、そもそも戦いやすい状況を作るための最初のアイディアというのが非常にいいですね。あとこの試合はラムネ選手がかなりこういいパフォーマンスでチームに貢献してるっていうのを強く感じますね。レーン主導権ずっと取ってますからね。さあ戦うたびに戦国ゲーミングが有利を広げていく、そんな状況になっています。インファーナルリフトとなっているこの状況で、次取れれば3つ目のドラゴンスタック。さあネモとハニー動いていますが、これは見えている。
ボットレーンで囲い込まれているのはアイノフラッシュアンストップルコール。ホグレットが強引にタワーダイブ、 CC を当ててなんと落としたが、ゴアドリンか、回復しすぎだ。さすがに落としきりましたが、キルトレードの間にミッドレーンのタワーを破壊に成功はラムネ。いやー、なんとインナータワーまで。アクシーズにとってもキャッチをして少しでもゴールドさを埋めるしかな手段としてはないんですが、ただ状況としては戦国はキャッチをされても何の問題もないというシチュエーションでをしっかり作ってますよね。あのバロンの裏でハニーとネモがもう動いていた、人数を割いているのが分かっていたので、まあ、かなりそのカウンターで多くのゴールドオブジェクトを取ってきましたよね。相手が実際にガンクを仕掛け出してから反応すると、トレードタワーを取っていくことってなかなか難しいんですが、もうやってくるだろうなという予想の上で先に動いているので、さあホグレット、ここは足の速さで間一髪というところですが、ドラゴン取れれば3つ目、ゴールド差を考えると戦うのはちょっと厳しいか。コレクターまでガンゴできてますよ。テレポートを持っているメグミはトップレーンの対応に向かいつつ、このドラゴンは渡すことになりそうです。さらにはブルーバフ、きっちりとクラッシュが抑えて有利を広げます。最低でもハニー選手の通過は欲しいですね。その上でメグミン選手もまだ虫っかいても完成していないので、ここ2つ揃ってでからの4ドロファイトですかね。こうなるといやーゲーム1ではなくてこっちの予想が 98% でしたね。惜しいまあさっきも96でしたけどね。おっとフェンティガンを捕まえて横からガンゴ、ショーストッパー手前に引き寄せフラッシュアウトするも生き延びられない。ラムネに対してオートアタックは入りますが、パズがしっかりカバーに入って1キル獲得は戦国ゲーミング。このままの勢いとしては、まあ、ドラゴンタイミングでいろいろ駆け引き戦国スタイルができそうですね。そうですね、今の集団戦を見てもタンクであるサイオンからフォーカスしても十分勝ち切れるだけの育ち方の差というのがあるので、仕掛ける選択肢というのは戦国側からすると豊富ですね。逆にアクシーズとしては狙いどころはやはり柔らかいタリアカアジールをどう CC チェーンするかなんですが、もうほぼほぼホグレット選手がスタンをしたところにネモ選手のフックを合わせる以外はないですかね。ホリアナのアルティメットでキャッチしてもいいんですが、そうなると結局他のプレイヤーで持っていかれる可能性が十分あるゴールド差ですからね。そうですね、これ結構バロン2人ぐらいでやっても早そうですけどね、この構成できそうですね、これだけガンゴ選手育っていれば、ちょっとクラッシュがねタンクはできないので3人目がいるかもしれませんが、さあバロンはアップです。反撃の一手は打てるかアクシズ、粘り強さが売りではある。ただしここまでのところ全て戦国がうまく返しているというような印象もあります。エンティが味方とともに前へ出て視界を確保。いやホグレットはプレッシャーかけてもちょっと下がらなくなってきましたね。さあラムネ捕まえられるか、フラッシュインスタンフックで引き寄せて、さあどうだ、ラムネは生き残ることで成功、アルティメットまでは打てました。ただしここはハニーがキル獲得、フィーバーロールを使ってパスが少し合流遅れたが、ただしエンティのエンゲージからビッグダメージ、ただそれでもハニーが返している。ガンゴはここがキラーボイドを使ってキルの回収には成功、そのまま集団戦フック決まっている状況ですが、ガンゴ前へ出る、さらに合わせていくのはパズ、ブラストコーンで間一髪ですが、それでも2キルトレードとなればこれはアクシズうまくやったでしょうか。ただバロンに迎えるぞ、パズ選手が残っているのであればこのメンツは借り切れそうですね。テレポートはアクシズがないので、いや今の当たり方アクシズにとっては本当にこれ以上ないぐらい完璧なエンゲージだったんですが、いや早い、味方の上がるのを待って全員にバフを供給しましたね。いやきっちりですね、リプレイです。これ本当先ほど言ってたようにホグレット選手エンゲージフックを合わせたところから
人落とし切って、しかもこの状況でエンティ選手が反転してきてくれたので、ファイト継続できる状態、理想的な形ではあったものの、クラッシュの W がハニーに当たっていなければチャンスはあったかもしれませんね。ちょっとねリプレイ中に多分外にいたジリアンが悪さをして、なんか20倍速ぐらいになりましたから、まあ、この当たり方がね重要でしたからね。そうですね。やったこれでバロン、そしてこれが取れればソウルです。戦国、いやエンティこれ好きですよね。目の前エクスフラッシュでプレッシャーかけるの、エクスフラッシュ大好きですからね。まあ、これで捕まってるんですけどね、この試合1回。そうなんですよね。結構捕まってますよね。ぼちぼち見ますね正直。まあ、勝ってる状況であれば問題ないと思います。まずスタンは入ったが分間間に合った。ウィーバーボール分断、逃げ先あるか。クラッシュウィーバーボール降りていって味方と合流。さあ陣地が入れ替わって、アクシスはバロンサイドにしか逃げ場がない。ボイドシーカーガンゴが当てて視界を確保。ラムネもプレッシャーをかけますが、ここで太陽の円盤を使ってタワーを立てての陣地取り。さあどうする、ドラゴンがあと10秒。コントロールワードを破壊していくのはアクシス。ポジション取りは取れるか。ホグレットに対してクラッシュがダメージを与えていきますが、足の速さを生かしてかわしていく。そしてエンティぐるっと回って狙っているぞ。ショーストッパーは上がっています。さあそしてドラゴンに触っていくのはガンゴとクラッシュ。そのままエンティの位置が怖くて前にできることができなかった。それここでショーストッパー打ち上げをサニアで、アイヌも返してはいるもの、一気に突っ込んでいくのはガンゴ。やりすぎかと思いきや今回は勝ち切った、レジェンダリーコール。残しているのはネボーのみ。ボイドシーカー、いや当たった、ただしキラーボイドはないので追撃ができないか。ただエンティは足が速いぞ、取れればエースだ。あまあヘクスグラッシュをやめさせたということでいいでしょう。エース獲得は戦国ゲーミング。ベスタイマーがこのタイミングで15秒であれば、あミニオンさえあればエンド狙いましたね。いやただ今のドラゴンの駆け引きはエンティが完璧でしたね。あれは困りますよね。どうしようもないですね。この状況で裏取られているので、まあ、ドアが開いてもエンティ選手を警戒せざるを得ないというプレッシャーを生かしてドラゴンをバースト、その上で仕掛けたと。いやー4人使いしてるんですよ。素晴らしいですね。めぐみのショックウェーブも、まあ、スリーマンになってましたが関係ないですね。そうですね、この状況作られてしまうとどうしようもないですね。ガンゴ908で、まあ、これが SG ですよね。そうですよ、これが我々が戦後ゲーミングのメンツを見てきっとこうだろうなとウィーク1の前に予想していた戦国ゲームですね。本当にウィーク3ぐらいから変化あったのかなとは思うんですが、やはりエンディ選手にすごい余裕が出てきているっていうのを見てて分かりますよね。なんかスロースターターって自分たちも言ってるのはこういうことなんですかね。なのかもしれないですね。おっとオイドシーカーガンゴアルティメット使っていく。そしてダメージ計算ドンピシャー裏に回り込んでショーストッパーですが、ここはアイのアルティメットのアンストッパーを使って逃げることができました。さあもうゴールド的にも余裕がありますから強気に強気に立ち回っていきます。戦国ゲーミングミニオンをなんとかクリアしていきたいんですが、パーズを止められない。アイノとパーズのレベル差はなんと3つ。さあまだジャングルの中にアクシスの視界残ってはいるんですが、お構いなしに進んでいきます。いやーホグレット硬いはずなんですが、ワンコンボでこの体力。その間にもボットのインヒビタータワー破壊に成功。戦国ラムネもトップレーンを押し続けています。そこを狙っている相手をきっちりクラッシュがカバーしていました。さあトップを押して今度はボットだと、そのままインヒビター破壊に成功。エンティがちょっと逃げ遅れている。フックも使ってブラストコン、おっとこれは孤立してしまったぞ。エンティ逃げられるか、そんなまさか。あ月光の祈りが届かない。ここはたまらずホグレットフラッシュインでキル回収。
ただこの1キルにフラッシュを、そうなんですよね。しかも今メインゲージになり得るホグレット選手のフラッシュですから、トレードとしてはかなり戦国側が得をしてますね。そうですね。さあ2つのインヒビターがダウンしています。アクシズ、4コアですね。ガンゴ、これ状況さえ整えば本当に1対4とかできるぐらいの装備になってますね。まあ、確定 CC、 本当に怖いのはフラッシングホグレットだったと思うんですが、そこも今なくなりましたから、副単発であればクレンズで対応できますし、オリアナのアルティメットフラッシュも上がってますから。当たった、我慢したようですね。3周目のガンゴ選手でやればなんか言ってそうでしたけどね。言ってそうですけどね。まあまあバロンも空いてますし、エルダーも1分30秒です。これ戦国としては待つだけで、そのボックスフラッシュ何の意味があるんですかね。やりたい。戦国としては待つだけでミッドボットのスーパーミニオンがどん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 押し込まれていくので、相手が陣形引いたところをマロン始めるだけなんですが、キュートを叩くだけですか今の。いや、おっと、パズ一度引いてホグレット狙いを絞りつつ、ショックウェブ食らっても関係ない。ゴアドリンクは残ってますよ。時間を稼ぐ、時間を稼ぐ、その間に狙いはバロンだ。いや、早すぎる、終わった。そしてパズはさようならと逃げていきました。ノーデッドでバロン獲得。また全てのレーンを押し上げつつ、バフのついたミニオンで終わらせるだけですね。あ、これフィーバーボールだ。あ、ネクサスタワー守りに行けない。じゃあここはすぐさま解除、倒しに行かんだ戦国。でもアルティメットを展開、スロー少しまた打つ。さあここでラムネ突っ込んで手前に2人を引き寄せた。ストップウォッチで時間を稼いで、その間にキャリーが合流。あっという間のダメージでトリプルキル獲得はガンゴ。エース獲得やクアドラキルに到達していました。エース獲得、戦国ゲーミング、そのままネクサスを破壊、勝利したのは戦国ゲーミングとなりました。この試合大きかったのは、まず一番最初の冷凍インベードですよね。相手の狙いを読み切った上でどうすれば自分たち有利になるのかというのがかなり緻密に計算されてたと思います。でそこからラムネ選手が見通し条件を取り続けたと。この2点で序盤のゲームメイクをしながら、やはり今週はエンティのエンゲージがいいですね。光りますね。リプレイです。ここ若干も釣りに行ったぐらいの動きでしたね。あ、一回ブラストコーンで飛び込んだのも相手に狙わせて、もう同時にバロン始めているのでミスコミュニケーションにも見えるんですが、まあ、ほぼほぼおとりになったような形だと思いますね。フラッシュ残ってますからね。でこのまま一度帰ってテレポートで戻ってきて、相手の逃げ道を潰した上で、本当にタイの選手が光栄のような取り方しますね。最後エンティ前に出るためにあのパッシブ状態のサイオンを持っていって前に出てましたね。いやー、戦国今週これで 2-0。 そしてリールさんも話していましたが、まあ、先週アクシズと戦って敗れてしまったばかり、どういうところを研究し直してくるんだろうと言いましたが、まあ、先ほど見ていてやはりあのレベル1の戦略というのは先週の試合があったからこそみたいなところもあるんじゃないですかね。そうですね、準備のレベルというのは非常にクオリティ上がっている上で、やはり先に先手が取れている分、ワンアクションごとの落ち着きというか冷静さというのが先週とは大きく違っていましたね。さあスロースターターの戦国、これでまた分からなくなりますね。 LJL は本当に分からないですね今季。 SHG もこれで2連勝とかすると分かんないです。あ、来週の予想したくないです。もうリサさっきの時点でもう控え室行ってましたよね。そうなんですよ。もういやまあでもね、面白いですから。そうですね、面白いですね今季。面白くなりそうです。さあそれでは見事勝利した戦国ゲーミカーラムネ選手のインタビューの準備できているということですので、下月さんお願いいたします。
ちらには戦国ゲーミングからラムネ選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日2連勝で終えました。やっと戦国ゲーミングらしさがこう戻ってきたといえる本日の試合になりましたが、いかがでしたか？そうですね、まあ、素直に2連勝できて嬉しいです。開幕から比べてラムネ選手の個人のパフォーマンスがかなり上がっているように感じるんですけども、何かそれはきっかけだったり要因があったんでしょうか？結構、パフォーマンス自体はあんまりその変わってないんですけど、僕的には、結構チームゲームが、そのみんな統一できるようになってからなってきたなって思います。はい、本当ありがとうございます。それでは家川さんからお願いいたします。そのラムネ選手の方からチームゲームっていう話もあったと思うんですけど、このウィーク3からウィーク4にかけてですね、はい、戦国ゲーミング一気にそのチームゲームクオリティが上がったなっていう風に感じたんですけど、この1週間何か特別意識して練習取り組んだってこととかだったんでしょうか？そうですね、やっぱり結構最初の方結構負けちゃってのもあって、すごいみんな一生懸命練習したから、結構練習、結構頑張りましたね。はい、練習量が増えたっていうことなんですか？そうですね。なるほど。で、それが結果として実を結んだと、いうことなんですね。はい、そして今シーズンから戦国ゲーミングはジャングラーにクラッシュ選手を入れて、ミッドレーナーやられてるラムネ選手にとっては結構こう密になって動くシーンって多いじゃないですか。どうですか、コミュニケーションの方は？そうですね、クラッシュさんも中国語できるので、結構ミドジャークの細かい話とかはその結構スムーズにできてますね。あー、なるほど。中国語でコミュニケーション取ってるってことなんですか？いや、基本的にクラッシュも日本語うまいので、基本的に日本語のコミュニケーションなんですけど、結構細かい部分だけそのミドジャークの話だけ中国語で話します。あー、なるほど。そういった工夫があって、ああいったごチームゲームでの連動した動きっていうのがなされてたわけですね。はい、ありがとうございます。それではちょっとその最後のゲームのエンドに、ゲームエンドに向けてについてなんですけど、ちょっとインファーナルソウルを獲得してから、戦国ゲーミングちょっとゲームテンポが落ちたかな、そこまでがかなりこうアグレッシブな動きっていうのが続いてただけに、ちょっとゲームテンポ落ちたかなって感じたんですけど、そのあたりいかがですか？あ、本当ですか？何個目のインファ最後ですか？あ、インファーナルソウルを取った後あたりですかね。自分あんまり覚えてないですけど、確かなんかエンティがカッティングされて、多分みんなカッティングされた時に、あ、これはフィードバックポイントだなっていう話をしてました。はい、あ、もうみんなでその瞬間に言われてたんですね、これフィードバックポイントだって。はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に本日応援してくださったファンの皆さんに一言お願いいたします。そうですね、本日無事2勝できてよかったと思います。来週以降も、優勝でき、勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、戦国ゲーミングからラムネ選手のインタビューでした。それでは次の試合までインターバルです。ドラゴン前にサマナスペルがなくなりました。クワッ、届いた。クラッシュインフォーレと仕掛け、高度になりからビッグダメージだ。そのままクラッシュ落とし切ることに成功。ホグレットは飛び込んでガンゴに倒される形にはなったものの、ただしここでトップレーンからパズが合流。ラメンの合流もメグミより速い。ショックウェーブはうまく当たらなかった。ただしガンゴをドラゴンピットの中に見つけたんですが届かない。逆にガンゴに持っていかれる状況になりました。1キル対4キルの交換です。ダブルスタン、ガンゴが合わせていく。そのまま打ち落としていくのはクラッシュ。さらにはトップから来たパズによって挟み撃ちだ。そしてラムネがミッドレーンに逃げるのを塞いでいる。ショックウェーブはストップウォッチでノーダメージ。天国の鎖は届く前にクラッシュが落とし切って、
このままダブルキル、そしてエース獲得は戦国ゲーミングクラッシュ、なんとトリプルキルだ。さあラムネ捕まえられた、クラッシュインスタンフックで引き寄せて、さあどうだ、ラムネは生き残ることない、成功、アルティメットまで打てました。ただしここはハニーがキル獲得、フィーバーロードを使ってパスが少し合流遅れたが、ただしエンティのエンゲージからビッグダメージ、ただそれでもハニーが返している。ガンゴがここがキラーボイドを使ってキルの回収には成功、そのまま集団戦フック決まっている状況です。ガンゴ前へ出る、さらに合わせていくのはパズ、ブラストコーンで間一発ですが、それでも2キルトレードとなれば、これはアクシズうまくやったでしょうか。エンティの位置が怖くて前にできることができなかった。それここでショーストッパー、打ち上げをサニアでアイノも返してはいるもの、一気に突っ込んでいくのはガンゴ、やりすぎかと思いきや今回は勝ち切ったレジェンダリーコール。バフのついたミニオンで終わらせるだけですね。あ、これフィーバーボールだ。あ、ネクサスタワー守りに行けない、ここすぐさま解除、倒しに判断戦国でもアルティメットを展開、スロー少しまたよ。さあここでラムネ突っ込んで手前に2人を引き寄せた、ストップウォッチで時間を稼いで、その間にキャリーが合流、あっという間のダメージでトリプルキル獲得はガンゴ、エース獲得、いやクアドラキルに到達していました。エース獲得、戦国ゲーミング、そのままレクサスを破壊、勝利したのは戦国ゲーミングとなりました。